やっほー、遅れてごめんね。あれ、今日って二人だけで遊ぶとかじゃなかったっけだよね。じゃあ、彼女はああ、なるほど。いい男だもんね、この人。どこに惹かれたの 私は一応この人の彼女だけどどう似合う,<お>う <laughs> かわいいねこの子でもごめんねあなたより私の方がこの人のこと好きだからこの手も離してね 失礼。<laughs> この手も私のもの。ダメだよ。<laughs> 諦めないんだ。こんなに熱い私たちを見て、何も思わない <laughs> きっともう出てきたんだろうな。 あなたとってもかわいいもん別に行けなくないよ自信があってとっても素敵だと思う予約してた時間ってどのくらいだっけごめんねもうそろそろで時間なのもう諦めてせっかくかわいいんだから そんなに怒った顔してたら台無しだよ<え>いい顔になったそんなに未練たらたらで見られたら困っちゃうな <laughs> ほんと君っていい男だから罪深いね 抱きついてもいいてもんだよだって私たちは恋人同士だからでもあなたはダメ負けず嫌いなんだね連絡先でも交換する今度一緒に飲みに行こううん悩みがあったら話聞いてあげるから <laughs> 友達になろう いいよ。<laughs> うん大丈夫楽しかったからあなたに出会えてよかった <laughs> すぐに連絡してまた会いましょう <laughs> <laughs> もう断れなかったの <laughs> もっと私が早く来てればよかったね困らせてごめんね <laughs> でもいい子だったね強気な感じだったけど引くに引けなかっただけだと思ううんでもよかった ちゃんと私に譲ってくれて <laughs> これでも嫉妬してたんだよ分かんない表情に出づらいもんねほんとやっぱり君にはバレバレ嬉しいな <laughs> さっき手掴まれてたから早く私色に染めないとうん気が済まないのもう行くの <laughs> さっきの予約時間も話し合わせてくれてありがとうさすが私たち行き当たりばったりだから予約してないもんね どこに行くかも決めてないし。どこに行く私が決めていいなら、久しぶりに君ん家に行きたいな。うん。ちゃんとマーキングしておかないと。君は私のだって、誰が見てもわかるように。 後つけてあげるから <laughs> 固まらないのいく<い>それとも外でブラブラしてる <laughs> じゃあ行こう今日私こっち理由わかるでしょ <laughs> まだ謝ってるまあ確かにあの子がいい子だっただけで悪い人に捕まってたらどうするつもりだったの私がいなくても対応できるように練習しないと。 分かってる。すぐにできるものじゃないから。わかりやすくマークつけておいてあげるって言ったでしょ安心した <laughs> たくさん感謝して。彼女を嫉妬させたんだし。んうん。どれくらいだと思う りきれないくらい嫉妬した、うん、だから私のためにちゃんと練習してもうん、私がいなきゃダメね外でその顔しちゃダメみんな引き寄せられちゃうからマスクは 君はマスクつけるべき。私を見習って。ちょうど予備があったから。はい。私がいない時だけでいいからつけて。心配なの。大好きな彼氏が危険な目に遭わないように。 後だから小声で言ったのに君が大声で言ったら意味ないじゃん本当トかわいいんだから